勝って終わりたかったんですけど、負けちゃってすごい悔しいです。まあ、こうライジンの大きい舞台、大会含めてどうでしたか。そうです、まあ、試合自体は緊張もまあいつもの試合と同じぐらいで、まあ、練習もやってきたんですけど、まあ、勝てなくて、まあ、でもまたここから頑張ります。対戦相手、予想してたよりどう自分の展開とは違った状態になってしまいましたか。そうですね、結構思ってた以上に力が強かったなっていう感じです。いい形でタックルも奪えたところもあったと思うんですけども、自分の形では作れなかった感じですか。今日は結構やっぱ押されてる時が多かったんで、まあ、そこまた練習し直してまた頑張ります。今後の目標を教えていただきたいんですか。そうですね、まあ今すぐ目標ってちょっと難しいんですけど、まあ、次の試合は勝てるようにまた一から練習し直して頑張りたいと思います。課題は見つかりました。そうですね、まあ、何でも何でもまだこれから直していくところがたくさんあるので、また次も頑張ります。試合後お父さんから何か言われましたか。試合後ちょっと泣いちゃったんですけど、お父さんにもう終わったんだからへこんでる場合じゃねえぞって言われました。ありがとうございます。対戦相手が9日での差し合いで勝ったところが勝因じゃないかと言ってたんですけども、ご本人から見てそういった部分はあったんでしょうか。そうですね、やっぱ刺されてる時間が多かったのでそこはあると思います。